久保さん、ネットフリックスのドラマ1本ね1シリーズ見終わりましたねサンクチュアリー聖域ってやつなんですけどこれねあの相撲を取り上げてる、まあ、ピエール滝さんも出ててピエール滝さん出てるんでちょっと見たいなと思ってあのーまあ、結論ね、まあ、まあまあ面白かったですねうんまあなんすかねあのー 不良、不良、なんかいろんな、いろんな要素が入ってましたね。なんかあの,あの、なんすか、久保さんに前映画送っていただきましたけど、あの、なんすか、あのラグビーのやつね。そう、ラグビーの不良、不良たちがこう,こうたあの、変わってこう、なんすか、強くなっていくみたいな、まあそういう要素だったりとか、まあ、それが相撲なんですけど、相撲バージョンの、 感じで,すね、そうでもなんか違う要素も入っていて、うん、結構面白かったですね、うん。その主人公の不良がどんどんこう変わっていく考え方が変わったりとか、まあ、どんどんこの何ですか成長していく姿ですね。うん、面白かったですね。サンクチャリーっていう まあ僕たちの聖域は YouTube ですからね。<laughs> 土俵は YouTube っていうね。まあ、これからもね、YouTube は変わらないく、まあ、やっていくと思いますね、メインはうん。ただ僕も久保さんと同じように多角化してね、以前やろうかなと思ってた部分もあるんですけど、 なんか一つのチャンネルで限界をどこまでいけるのかっていう、その他の人とは違うやり方ですよね。とにかく様々なジャンルを一本にまとめて集約して、様々なジャンルをやってどうなるのかっていうところですね。うその生液の限界みたいな。生液 <laughs> の限界ですね。うん。まあちょっとそれはやってみたいなっていう。だから他にやっぱ分散するとパワー分散するんで。 もちろんその専門チャンネル作った方がもちろんいいと,いいとは思うんですけどただ YouTube の機能としてはいろんな機能が出てきてるのでうんなんか舞いなかった機能がいっぱい出てるのでそれらを活用してワンチャンネルでうまん様々なジャンルを扱ってどういくのかっていうねうんまあ結局なんでそれをやってるかっていうと僕はコンテンツビジネスメインなんで結局その YouTube の広告で稼ぐというよりかは、まあ、自分を売るっていう話なんですよね。だどんなジャンルでも集客して、この人面白いな、この人なんか何なんだろうって思ってもらうっていうところが、まず最初のファーストインプレッションで、あのいろんな形でアプローチしていって、自分を売っていくって感じですよねで。自分が売れれば、どんな商品でも売れると思ってるんで。うーん。はい。ただね、あの、 これをそのまねできるかっていうと真似はできないので複数チャンネルやって顔出しせずね顔出しせずピピッと動画を撮ってなんかの専門チャンネル作ってしかも誰でもできそうなやつでやればまあ売りやすいっちゃ売りやすいですよねそれを教えるっていうのはやりやすいかなとは思いますけどねい、うん、ってらっしゃい